久々にちょっとカメラを回してます。おたくんが動画に出れなくて、はい、出れなくてというか連絡がつかない、そう、ね、消息不明、うん、で安否もわからない状態で動画が出てない状況が今2ヶ月ぐらい続いてるって、うん、結構やっぱりインスタの DM とか、うん、個人チャンネルで YouTube 最近よく出してるんですけど、そっちの方でもコメントが来てたりとか、うん、心配してくださってる方が多いので何か発信をしないとなっていうことで動画を撮ってるんですけど、現状連絡がつかない状態で、え、ついてる？俺が送って1週間後ぐらいに何か質問したら、うん、大丈夫ぐらいで、また何かもう一個送ったら、うん、そっからまた帰ってこないみたいな。そう、何かヒカルも何かやっぱこう攻めすぎたらさ、うん、余計さこう追い詰められちゃうかなって思って、うん、大丈夫だよ的な感じで最初は言ってたのね、うん、そうね、言ってたね、合わせるよみたいな感じだよね、こっちが。そうそうそう、撮影日があって、うん、行くっていうことになってたんだけど、前日になって、うん、やっぱ明日厳しそうみたいな感じで、うん、前日のドタキャンがあって、うん、でその後から連絡が取れなくなっちゃって、それ1月 ?2 月頭だね。2月頭、未読無視と既読無視とか、なんかあれだよね、 LINE のさ一言コメントみたいなのにもさ、うん、前まで多分何もなかったと思うんだけど、今 LINE 返せませんみたいな、そう、 LINE 返せませんってなってて、返信がないから何回かこういろいろ送ったんだけど、未読と既読無視が続いて、うん、でジンくんからさ、ヒカルに対して相談が来てたりしてたから、さすがにチャンネルもどうなるかを考えないといけないし、うん、2人だけだったらまだいいけど、ヒカルは自分の活動あるし、小田くんは自分のことだからいいけど、まあ、ジンくんもいるわけじゃん、うん、でチームでやってるわけだから人のことも考えないといけない状況で、うん、連絡が取れないのは無責任すぎるからみたいな感じで、うん、長文を送ったわけ。ちょっとそれはじゃあ強みにっていうか、そう、ちょっと強みにね、うん、考えないといけないよちゃんとみたいな、うん、話し合いはちゃんとしようみたいな感じで言ったのね、うん、でも返信がなくて、その次はてなはてなはてなって来たのね、うん、あ、来たんじゃない、ヒカル送ったのね、うん、で、それも返信がなくて振り切って、うん、ヒカルがおたひかチャンネルのチャンネルを一人で動かして、うん、収益だけ振り込もうか連絡したのね、うん、そしたら、そこで止まってますって感じです。あ、返信来ない。はい、なるほどって感じですね。今のところみんなが思ってる、うん、おたくんの原因みたいなところがパニック障害で止まってると思うんですけど、うん、一応説明すると、おたくんもともとパニック障害でした、うん、でアイドルの店舗をおたくん社長でやってます、うん、でそこのデビューライブがありました、うん、でそこでやっぱおたくんパニック障害再発しちゃいました、うん、ステージ上で、で結構呼吸とかなっちゃったりして、自分的にそれがやっぱショックだったりとかあったっぽくて、うん、で自覚をしちゃうとやっぱメンタル的にもあんま良くない、うん、でその後こう多分彼なりになんかいろいろあったかなんかで、うん、パニック障害で病院行ったりとかしてこう診断とかがやっぱあったりとかして、うん、深刻化していってることを多分認識しちゃって、うん、どんどん悪化しちゃったみたいな感じで、外部との関わりをこう閉じちゃったみたいな感じなんですよね、多分。起こった出来事を聞いてるだけなんで、あんまこれですとは言い切れないけど、うん、今そういう状況で連絡が取れてないっていう感じ。まあ一応そのみんなに発表してるのはパニック障害っていうところまでは発表してるんだけど、実際はこう鬱っていう診断まで、そういう感じの診断まで出てるっぽくて、それが多分本人的にお休みしてる原因なのかなっていう感じで、だからまあ無理にやろうよとも言えないし、まあ、本人が別にこの活動に関して好きだから、私以上に YouTube に対してやる気もあったし、やりたいって言ったのも太田くんだから、やりたいってタイミングで連絡が来るんじゃないかなっていうのは思ってるっていう感じ。12月中俺結構オタと会ってたの、あれ、気分転換とかでサウナ行ったりとか、うん、なんなら大晦日も俺オタと年越し一緒にしたし、そう、ね、そう、結構その時はプライベートのあの感じはいいんだけど、いざなんかそういう仕事とかのあれには切り替えられないっていうか、なるほど、そうそうそう、1月ぐらいからマジで途端に返信とかも来ない、うん、今どうなの大丈夫みたいな、まあまあやなみたいな何もわからないみたいなね、まあまあみたいな感じだったりとかして確かに。で、まあ、一応オタはさパムピナも飼ってるから、あ、マンコね、それでヒカルちゃんのお母さんからも連絡来て、うん、だから多分俺が一番
あの一番近いっていうかさ、うん、連絡取って本当に友達としても一番近い存在だから、うん、ひかりちゃんのママとかも最初はオタの心配したんだけど、うん、もうオタが多分一向にあの俺は返信ないですいません、うん、みたいな感じになってたから、パンピロナはどうなんだろうみたいになっちゃって、うん、一回それ聞いた時は返信来て、今何もやることないからパンピロナ散歩だけしてるみたいな感じで来て、うん、あそれだったらよかったみたいな老後のおじいちゃんみたいな毎日散歩してるみたいな感じ、うん、そうだから本当に逆に行き過ぎてるぐらいなんか結構毎日1日1回行くみたいな感じでしたから、うん、まあそれはよかったけど、うん、またその後も返信ないみたいな、うんうん、連絡取れなさすぎて、うん、大丈夫かなみたいな、こう思い詰めすぎるとさ、うん、もうなんか変な方向にさ、そうそう行っちゃう可能性もあるからさ、ほんとヒカルとさ、オタくんってさ性格真逆なぐらいさ、うん、陰と陽みたいな、そうそうそう、ほんとヒカルはもう限りなく陰がゼロに近いからさ、オタくんってほんと逆に考えるとさ、うん、永遠に考えて寝れなくなっちゃうとか、そういうのがあるタイプだからさ、オタくんがさ、どういう、どこまでさ、うん、その深刻なのかもさ、うん、自分がないからこそさ分からなくてさ、うん、こう心配になっちゃったりもするしさ、なかなかこうみんなに伝えるにも、うん、どういう風に伝えたらいいんだろうっていうのもあったし、こう変に心配させるのもオタくんにも悪いし、うん、みんなにも悪いしっていうのもあって、ちょっと遅くなっちゃったんですけど、うん、一旦こういう形で報告させてもらって、元気なのは元気だとは思いますっていう感じなんですけど、アイドルグループの方の活動でここ来れる、ここ来れるみたいな俺定期的に一応聞いてるんだけど、うん、ごめんごめんごめんとか、 なんか体調不良で扁桃炎でとか結構常に風邪ひいてるような感じだったから、うん、なんかさ、うん、ジン君扁桃炎って言ってたよね、うんうん、そのさ1週間後くらいにさ胃腸炎って言われたのねめちゃくちゃ病気になるやんみたいなメンタルもいかれてるしさ、うん、体調も悪いしでさ、だ結構しんどかったんじゃないかな、うん、今後、うん、急にこういうことが絶対ないとは絶対言い切れないし、うん、復活したとしてもっていうのだけちょっと把握してもらった方がいいかなっていうのはあるかなと思います。はい、感じですね。なんで、まあ、もしかしたらヒカルが一人でチャンネルに出る期間が今後あるかもしれないんですけど、うん、文句は言わないでくださいまたお前かよみたいな、お前はもういらねえんだよみたいなのはちょっと言わないでもらえたら嬉しいなと思います。一回炎上してそれでも一応やり続けて、はい、ゴキブリみたいにね、そうゴキブリすごい生命力強く俺らやってきたから、はい、ここでなんか折れるのも、ね、やめるっていう選択肢はないと思うよ、うん、オタ君的にも、うん、やめはしないけど、でもさ、こう更新がさないとさ、うん、やっぱ復活した時にさ、うん、復活するタイミングもさ、うん、そうだしやりづらいと思うんだよね、うん、だから誰かがこう繋いどかないときついと思うから、一、うん、人でもやった方がいいんじゃないかなっていうのはありますね。なるほどね、はい、次動画撮るとしたら、まあ、オタくんと、うん、動画撮れたら撮りたいなと思っているのと、まあ、無理はしないようになるんですけど、うん、今後どういう風になったとしても動画を出していくつもりなのでっていうのと、まあもし復活できたら不定期になってしまうかもしれないんですけど、まあ応援していただけたら嬉しいなと思います、はい、一応一旦ご報告ということでした、はい、私の方はいろいろありますので、他にも大変な時期なので、そうね、応援してもらえたら嬉しいなと思います、うん、